第二代、モンタギュー公爵ジョン・モンタギューは、イギリスの貴族。1690年3月29日、初代モンタギュー公爵、ラルフ・モンタギューとその妻、エリザベスの間の息子として生まれる。長男ではないが、兄は創生していたので、着男としての出生だった。1709年3月9日に、父が死去し、第二代、モンタギュー公爵位を継承した。 1714年のジョージ一世の即位式に際して、大芝を務めた。1715年から1721年に、かけてと1737年中には、第一子の駅場隊の隊長を務めた。1715年から1749年に、かけて、ノーザンプトンシャー知事とワーウィックシャー知事を務めた。1721年に、フリーメイソンイングランド。 首位グランドロッジのグランドマスターに就任。彼の就任をきっかけとして、フリーメイソン養殖は貴族に独占されるようになる。元グランドマスターのジョン・デ・サグリエにフリーメイソン検証を作成させた。しかし、翌1722年の不在中に、初代ウォートン公爵、フィリップ・ウォートンにグランドマスター職を取られた。モンタ牛校は、デ・サグリエを副グランドマスターにすることを条件に、 ウォートン校のグランドマスター就任を認めた。1733年から1734年にかけては、ワイト島総督を務めた。1736年1月に、数密顧問官に列した。1740年から1749年にかけて、第二代、この絵竜気兵連隊連隊長を務めた。1740年には補給長長官し、 短期間の退任を挟んで死去まで務めた。フク長官やバス騎士団グランドマスターなども務めた。1749年7月5日に発熱して死去。生存している男子がなく、爵位は彼の死と共に廃絶した。1705年に初代マールバラ公爵ジョンチャーチルの娘メアリーと結婚し、彼女との間に以下のご死を設ける。ありがとうございます。